1> 株1年生の時間です、えー、このコーナーはですね私自身が2024年から株1年生として初めて株式市場で売買をしていこうかと思うんですよね。で1年生ですからあんまり大きなリスクは背負いたくないそれでいてちょっとしたお得を感じていたいそういった意味でね基本的には1万円以下で数千円で買える株を買ってそこの優待で稼いでいこうって話ですよね。 利回りとか配当っていうのは株にはあるんですけども、その他に、優待を扱っている、そんな銘柄もあるわけですよね。今回はですね、優待を扱い始めて、まだね、3ヶ月ぐらいの、新進気鋭の会社、ラストワンマイルを紹介したいと思います。こちらです。ラストワンマイル、株主優待を新設。優待利回りが59%。一株、なんと3365円でもらえると。で、このね、 一株の3,365円のラストワンマイルっていう会社の株を買うこと。それを半年間持っているとギフト券がもらえるんですよね。1000円から5000円って書いてますけども、一応1000円ですね。これ Amazon ギフトカードみたいです。で、下の方をずっと見ていると、ラストワンマイルのこれね、株式の特徴が書いてますけども、年に2回権利が確定するわけですよね。で、最低金額一株3,365円って書いてますよね。 で、今、ラストワンマイルの株を3,365円で買うと、今年の8月末の権利まで間に合いますんでね。ちょっとね、1ヶ月以内にご購入いただきたいと。今日は1月の29日ですからね。はい。このラストワンマイル、確かにね、ここに書いてますけども、1株保有の場合、1株で3,365円が必要。優待品はギフト券が2000円分、年間で2回ですからね。そうすると、 利回りがということです、ねうん、まあ、こういうふうなね小さな利益を積み重ねていくことが大事ですね1年目ですから投資金額が月間で1万円以下って決めてますんでね年間で10万円以下になると思います、まあ、その中で1万とか2万のプラスを生み出せればもうこれは同じですからね、えー、流体利回り10%をちょっと目指していけるんじゃないかなと思います で最初からね、59.43%だったら見つかったのっていうのはラッキーだなと思いますけどね。はい。このような形で、もっともっとお得なやつをね、見つけていきましょう。ちなみに関連記事はこちら。ね。2023年10月、クオ・カード、優待利回りランキング10万円以下で変えて、利回り3%台、後半のケア21など、10月に確定するクオ・カード優待券、全5銘柄を紹介とかね、このリンクも楽しみですよね。はい。という形でね、今年はこの株1年生。 こういう風なお得情報をどんどん紹介していきますので株の優待でちょっとしたお得を感じてみてくださいという話でしたお疲れ様です